こんにちは、ハリーです。このチャンネルはサッカー大好きハリーがジュビロ磐田を中心にサッカーについて語っていくチャンネルです。お気に召しましたらチャンネル登録の方お願いいたします。というわけで今回は第32節マチタデルビア対ジュビロ磐田の試合を振り返っていきたいと思います。いやー、完勝とまではいかなかったですけど、大事な大事な試合を、見事2対1で勝利して、京都が負けたのでジュビロ磐田が首位に返り咲くと、節目となる試合に見事勝利を飾ったジュビロ磐田と、いやー、今年はね、節目となる試合で見事に勝利を飾っていく、力強いというか、勝てるチームになってきたな、強いチームになってきたなという印象が、確信に変わった試合じゃないかなと。これで、琉球町だと、開幕戦2戦目と2連敗を喫した、2チームともにリベンジを果たして2連勝と、8月から負けなしで6勝3分けと、残り10試合、遠藤選手が言うように全勝を目指していけるチームになってきたなと。で、今回の町田戦のプレビューで話したポイントとしては3つ。1つはボランチの2人とシャドウの2人が相手のフォワード、中盤、ディフェンスのそのラインの間で受けて前を向けるかと。そこで優位性を保つことができるかどうかというのと、っていうのがまず1つで。これは見事に今回はね、ミッション達成というか、1点目も遠藤選手がディフェンスラインでビルドアップに参加して、山本選手がその相手のフォワードと中盤の間でボールを受けたのを見て、遠藤選手がスル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 と前に上がっていき、今度は中盤とディフェンスの間のところあたりでボールを受けて、直後にルキアン選手の裏を狙うと、遠藤選手の動きというか読みというか、山本康介選手との、バランスは見事で、さらにルキアン選手への裏へのロングフィードというか、バックスピンをかけた、バックスピンがすごすぎましたね。なんか一人ワンツーというかエアワンツーみたいな感じで、ルキアン選手の走っていったところにボールが戻ってくるっていう、もしあのまま前にてんてんてんといったときに、ルキアン選手が追いかけていったときに、もしかしたらゴールキーパーの方が時間的余裕が作れて優位性が持てていた、もしかしたらディフェンスラーが間に合っていた可能性があるのが、エアーワンツーみたいな形でルキアン選手の胸元にぴったり戻ってきたことで、ルキアン選手が比較的余裕を持ってループシュートを打てたと。あれは遠藤選手の 0.、5点、ルキアン選手の1点なので、1.5 点分の価値のある得点だなと。2点目も、大津選手がディフェンスの前、中盤とディフェンスの間でボールを受けて、見事なターンで前を向き、ルキアン選手にパス、そのままルキアン選手は右サイドのフリーの鈴木優斗選手にパスを出したと。あのタイミングで鈴木優斗選手がね、あそこまで上がってきてる、ゴール前まで上がってきてるっていうところが素晴らしいですし、その前の大津選手の受け方、受けるポジションと受け方っていうのも、まさに J1 クラスの選手だなという受け方をしていて、で、その後に、あれ結果的に高橋翔平選手のオンゴールになったんですけど、抜けてたら大津選手が触って1点っていう感じだったので、あのオンゴールは致し方ないオンゴールなのかなと、町田側からすると。と思うんですけど、あれ若干大津選手がオフサイドポジションだったのかなっていう可能性もあったので、あのディフェンスラインとゴールキーパーが取れない位置に、速くて低いグラウンダーの、クロスを上げた鈴木優斗選手の、1点だなと。なんで、高橋翔平選手のオンゴールですけど、実質は鈴木優斗選手の1点でいいんじゃないかと。その前の大津選手もターンからのあそこまで前に行って、ディフェンスにプレッシャーをかけたって考えると、大津選手の 0.5 点なので、実質 1.5 点と。今回2得点ですけど、実質は3点だなと。いうレベルの、見事な2得点だなと。ボランチとシャドウが見事に2得点ともその間で受けて優位性を保ったっていうところが2得点につながったという、素晴らしいゴールだったなと。ポイント2つ目としては、相手のストロングである守から攻への切り替えの部分で、サイドサイドに追い込んで、数的優位を持って後ろから前に勢いを持ってボールを取り、そのままボールホルダーを追い越してカウンターに仕掛けていくっていうのが、マチタデルビアのストロングポイントのうちの一つなんですけど、ジュビロ磐田もサイドでのボール回し、ショートパスをつないでのボール回しから崩していくっていうのがストロングポイントなので、ジュビロの攻撃的なストロングポイントと町田の守備的なストロングポイント、そのサイドの攻防で相手のストロングポイントを上回ることができるかどうかっていうのが、ポイントの2つ目として挙げたんですけど、これも見事にね、その1失点を食らった時ぐらい
だったかなと、そこのサイドでの攻防からのカウンターを食らったっていうのはその1失点ぐらいだったので、この質選手の、まあ、連動性という部分において、町田ゼルビアのストロングポイントを上回ることができたと。さらにリスクマネジメントっていう部分でも、そこの相手のストロングの手から攻への切り替えからのカウンターっていうのもなかなかそれほど多くなかったので、まあ、あの1失点ぐらいだったかなと。そういう意味ではポイント3としてあげたディフェンスのカウンターがあるチームなので、カウンターが強いチームなので、リスク管理がどこまでできるかっていう部分においても、サイドの攻防で勝つことができたので、そこまでこう大きなリスク管理を負う必要はなかったんですけど、まあそれでもディフェンスラインはきっちりと守っていけたと。ただ前半早々というか、前半のうちに2得点を決めたので、まあ、ジュビロ磐田としてはそこからはまあ90分を通しての試合をコントロールするっていう状況に入っていった、まあ、そのなので前半は2得点を挙げた後、まあ、町田の時間、持ち田がボールを握る時間が多くなってはいたんですけど、あそこはどちらかというとジュビロが狙ってペースダウンをして相手に攻めさせつつカウンターを狙うっていうチーム戦術に切り替えていたので、まあ、前半の、まあ、押されているところは問題なかったのかなと。まあ、後半に関して言うと、町田ゼルビアが、まあ、ドゥドゥ選手を入れたことと、チョンテセ選手を入れたことによって、まあ、ツートップがかなり驚異的になったと。まあ、フォワード2人でゴールまで結びつけるほど強力な2トップにしたことで、まあ、ディフェンスがなかなか前に押し上げていくことができなくて、まあ、リスク管理という部分においてはそこの、まあ、ディフェンスがなかなかラインを上げていくことができなかったので、まあ、チーム全体として押し上げることができずに若干間延びをしてしまったことで、後半は押されてしまう時間帯が多かったと。なのでなんか試合の展開としては新潟戦に近かったのかなと。まあ、新潟戦も前半のうちに3点を決めて、後半圧力を持って攻められた中で 2失点をしてしまったっていう、まあ、けれども結果的に1点差で逃げ切った新潟戦に非常に近かったのかな。なので守備の安定性っていうのは、あの8連勝7連続無失点を記録したあたりに非常に近づいているか、同等レベルに守備は安定していると。さらに8連勝の時に比べて、今季チームの連動性であるとかベンチの選手含めてかなりチーム力がアップしているので、今季に関しては8連勝時よりもアップしていると。そう考えてみると、ジュビロ磐田には今隙はないなと。なので今回は2対1というゲームで、90分のうち相手の方が勢いを持って時間帯というのが多かったは多かったんですけど、結果としていうか、ジュビロのゲームコントロールとしてはできていたのかなと。もしもう1回あそこで3点目を取りに前に圧力をかけていった時に、もしカウンターを食らうっていう、そこまでのリスクを考えると、今回はこの 2-1 っていうのが、町田もね、非常に好調なチームでしたし、ここ直近5試合でおそらく勝ち点1番取っていた、クラブなので、ジュビロ磐田としてはこの早々の2得点を、で逃げ切り、あわよくばカウンターで点を取る、そのために小川大輝選手を入れて前の推進力を高めていたのかなと。さらに金子選手、大森選手っていうのを入れたことによることでも、やはりカウンター狙いだったんじゃないかなと。周りが動き出してカウンターを仕掛けていって、うまくすればあわよくば3点目を取りに行ったっていう、試合だったので、結果的にはこの 2-1 っていうのが、完勝とは言いませんけど、今回の試合としては満足のいく結果だったんじゃないかなと思います。これでね、今32節はかなり上位チームが負けたというか、京都が負けて、新潟が負けて、で町田も負けたので、上位5チームのうち甲府、長崎、ジュビロが勝って、京都、新潟、町田が負けたので、順位変動があり、これで勝ち、今3位が長崎で勝ち点58と、でジュビロが69なので、ここで勝ち点11、3位との勝ち点が11に開いたと。残り10試合で勝ち点11差をひっくり返すには、ジュビロよりも4勝以上かつ得失点差で、今プラス10ジュビロが勝ってるので、プラス10をひっくり返すような試合をしていかないと、ジュビロまで届かないと。なんで、ここからジュビロが崩れる、というのは本当に今の主力陣のうちの数人が、複数人が怪我をする以外にはちょっと
見当たらないようなレベルで、チームが完成に近づきつつあると思うので、今月10月は残りの4試合を見ると全て残留争いをしているチームと、それはそれでがむしゃらに勝ち点1を拾いに来る可能性もあるので、ちょっと怖いは怖いんですけど、それでも首位にいるチームとしてはやっぱり残留争いをしているチームにはきっちり勝つと、下位のチームにはきっちり勝って、11月の新潟、京都、長崎の上位3チームとの対戦が控えているので、そこまでに、メンタル的に余裕を持つ勝ち点を手にするためには10月の残り4試合も4連勝、実質琉球から6連勝を果たせば、10月が終わった段階で残り6試合になるので、もしかしたらこの10月末で、ジュビロ磐田の昇格が決まる可能性も十分にあり得るなと。今日の勝ちで、ほぼほぼ昇格はもう 99.99180% ぐらいになったと思うので、基本抜くことは絶対ないと思うんですけども、本当に遠藤選手の言うように残り10試合すべて勝つ気持ちで、もう J1 仕様、J1 に向けてのチームを仕上げていく段階に入っているんじゃないかなと。10月の残りの試合、11月、12月と、歓喜の優勝が決まる、昇格が決まる試合、そして優勝が決まる試合を見守っていきたいなと思っております。以上、ハリでした。お気に召しましたらチャンネル登録の方お願いいたします。